自分もトラ族の生まれっすけど、こうやって伝統的な暮らしをしてたらどんな感じになってたんすかね。ちょっと気になるっす。それは困るっす。トラタイガーに会えなかったら今の自分は存在してないって言っても過言じゃないっすよ。トラタイガーは自分の夢で憧れで